はい、タバコの喫煙度は、今回はこちら、アメスピの、これは、ペリックですね。ペリック。なんか書いてある。ペリック刃を5%以上ブレンドって書いてありますね。40g 入り。で、付属ペーパーがこちら、アメスピの、ロングペーパー。これは使わない。ということで、こちら加湿したものはこちら。で、見た感じ、黒いのかなと思ってたんですけど、普通のアメスピと、なんら違わない。変わんないですね。なんか見た感じ、その黒いイメージがあったんで、ペリックは。だけど、特に、そういうこともなく。ペリックっていうのはなんか、熟成させたやつなんですよね。熟成ね。樽で、熟成させてるらしいですけど。これちょっと楽しみなんですよ。吸っていきます。これあれだ。若干酸味が強い。断然違いますね。断然違うね、味が。酸味が全然違う。こちらが 40g 入りで1160円。世界で極めて希少なタバコの一つ、ペリック。私たちは在来種の葉、本物のペリックを使用しています。ペリック葉の濃厚な風味、それはオーク樽の中で圧力をかけ発酵させることで生まれます。蓋をした樽に約1年間圧力をかけることで、葉から空気と水分が抜かれます。高圧力によりタバコは熟成され、自然発酵によって独特の味わいが生まれます。ペリック単独では、強烈ですが、他の品種のタバコとブレンドすると、他では真似できない豊かで甘くスパイシーな風味を生み出します。と書かれています。だからこれ1年間、これ普通のアメスピとか1年間っていう長い、ね、年月をつか、あの使って作られてるんだけど、アメスピのオリジナルと値段が変わんないんですよね。ターコイズの方が高いんですけど、なんで高いのかよくわかんないね、あれは。むしろこっちを高くするべきでしょう。スパイシー。
スパイシー。アメスピのオリジナルに比べると酸味が強い上に若干辛いです。これあれですね、これ美味しいです。これ美味しいですね。パンチが効いてる。やっぱ若干やっぱ辛いんですよ。結構。結構辛め。確かにアメスピのオリジナルもマイルドですごい美味しかったんですけど、こっちはやっぱりその真逆をいく感じ。マイルドじゃなくてかなりシャープで、なおかつ酸味が強い。で、重い。やっぱ重いです。オリジナルよりか重いです。これは、あれやな。美味しいな。ただこれ好みが分かれると思いますね。段違いで辛いんで。まあオリジナルはすごいマイルドが好きな人も向けですよね。こっちはやっぱりスパイシーなのが好きな人向け。でもあれですよ、アメスピのオリジナルは美味しかったですよ。確かにこっちも美味しいんだけど、巻紙のタバコの方に比べると全然美味しいですね。だからこのペリックの方は巻き紙の方が美味しいんじゃないかなとは思います。おそらくやっぱ加湿してないからでしょうね。アメスピのてかタバコ巻き紙タバコの方って基本加湿しないから、だから逆にペリックのブレンドの方がやっぱ辛みとかが加湿しない分強いんでしょうね。それで多く美味しいって感じてたのかもわかんない。でもまあこっちも全然美味しい。ただ手巻きのシャグだとやっぱ一番美味しいのはアメスピのオリジナルではないかと思います。一応ね、オリジナルとターコイズとペリック、まあ3つ吸いましたけど、いや、やっぱオリジナルだな。
やっぱオリジナルがうまいわ。シャグは、シャグの方は、これオリジナルの方が美味しいです。少なくともターコイズは買わなくていい、あれは。あれを買う価値ないですね。ペリックは美味しい。なかなかこういう酸味の強いタバコで、なおかつこう独特な風味がある、なんか香りがするタバコってやっぱこれぐらいしかないですね。ペリックはね、やっぱ独特。酸味が強いってなると大体バージニアなんですよ。バージニアの葉っぱを使ってるシャグがおそらく酸味が強いとは思われるんですが、これも負けず劣らず酸味が強い。で、普通のバージニアと違ってやっぱなんか風味がね違うんですよね、香りがね。ペリックの方はこれは美味しいな。オリジナルとペリックの方は買う価値はあると思います。シャグの方はね、ターコイズはシャグのやつは買わない方がいいと思います。やっぱこの香りがあれだな、独特だな。これなんて言えばいいんですかね、香り。香りの引き出しが全然俺ないんで伝えられないんですけど、独特の香りがする。これはほかのシャグではちょっと味わえない。四つ星、ご視聴ありがとうございました。